おはようございます、マチです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとご報告的なお話をしたいと思っております。ですね、まあ、このチャンネルでも、何本かいろいろ動画にしてますが、ちょっと久しぶりなお話になりますが、自分の怪我のお話ですね。もしかしたら新しくこう見ていただいている方たちは知らないかもしれないんですけど、自分実は、もう3年前になるか、かなり大きなバイク事故に遭いまして、で左足の開放骨折っていう、もうものすごいありえないぐらいの骨折をしてしまったんですね。まあ、それの治療をずっとこう続けていて、なんと、3年経ちました。そこから今月の診察で、まあ、毎月毎月ね、いろいろ診察してもらってたんですが、ついに治療が終わりました。ありがとうございます。本当に結構ね、こう視聴者さんの中でも、いろいろ動画にコメントしていただいたり応援していただいたりした方たくさんいらっしゃいまして、なんとか完治、まあ、まだまだ完治というか、まあ症状固定っていう言い方ではあるんですけど、ほぼほぼ9割ぐらい、骨が再生しまして、無事、まあ、普通の生活を送れるような形になりましたっていう話です。実際、どんな事故だったかとか、自分の足が、まあね、どんなひどい状況だったかっていうのは、結構大きな手術をする前に一回動画にしてますので、まあ、結構ね、足がっつり見せてて、まあ、それが収めたかったっていうのもあって、結構痛々しい感じな映像にはなってしまってるんですけど、そちらを見ていただけると嬉しいかと思います。まあ、その動画を撮った時はね、今となっては正直治る見込みがまだまだない状況だったんで、結構絶望的な感じの状況ではあったんですが、今こうして、治ってみて、まあ、そんな時期も乗り越えたなっていう感じですね。結局この3年間で9回全身麻酔で大手術をしました。まあ、実際には事故してから2年間の間で9回手術して、で最後の手術で経過が良くなって、そこから1年間で今様子見で、かなり骨が再生して、まあ、普通に生活できる強度というか、その普通のなんだ人間の骨になりましたっていう感じですね。まだね、骨の中にはこう膝からちょっと足上げちゃって申し訳ないんですけど、足首までこう長い、ここ全部なんて言うんだろう、こう心棒みたいなのが入ってます、足の中に。まあ今後この一生死ぬまでこいつとは、共にしていこうかなと思ってます。まあ、この3年間をね、こうゆっくり振り返ることも普段はないんで、ちょっとなんとなくこう考えてみると、もう本当にベッドからもうね、何ヶ月、まあ、1ヶ月2ヶ月、ね、まともに出れないような生活を送ってた時期もあったから、まあ、ものすごく辛い時期もあったんですけど、なんだろうな、なんか表現の仕方は難しいんですけど、こう今この状況になって見てみると、まあ、こういう経験をして良かったなとは思います。良かったな、うん、でも良かったと思いますね。だからなんだろう、こうさ、いろいろ、まあ、仕事とかね、プライベートとかいろいろこうしてきて、なかなか立ち止まる瞬間ってないじゃないですか、人間。なんか立ち止まっちゃいけないような気もするし、だからそういう状況の中で強制的にこう立ち止まったわけですけど、そうなってみないとこう得られなかった、ね、経験でもあるし、まあ、普通の人はこんな経験しない方がいいんですけど、でもあるし、まあ、得られなかったこう価値観とか、なんて言うんだろうな、考え方とかかが結構いっぱいこの3年間は勉強になったんで、間違いなくこの先の人生でいい方に生かされるであると思います。もうすでにね、もうすっごい安易なんですけど、なんかもうあの頃を考えたらこのぐらい全然へっちゃらだなみたいな、そんな感じですよね。
こう辛いこととかがあると、こうなんて言うんだろう、例えばねタイムスリップしてこの怪我する前に戻れたらいいかなとかいう人もいると思うんですけど、自分の場合はないかな、それは絶対に。もう今この経験をしてからこその価値観っていうものが間違いなくあるんで、それと共に行きたいかな。もうそのまま今が最善です。今が最善、間違いなく。まあ、とはいえ、この3年間26歳から今29だから29歳27、28、29、この3年間で、まあできなかったことたくさんあるんですよ本当にあの足の状況を見てもらえれば、まあ、でもあの足ちょっと信じられないと思うんですけど、もしあのねこの結構足痛々しいその映像を見てもらってる方からしたら信じられないかもしれないんですけど、あの足の状況であのキャンプとかも行ってたんでありえないですけどね。だからまあちょっとは無理してた部分はあるけど、まあ、普通のなんだろう、生活から考えたら全然できないことたくさんあったんで、ここからやっと治って、まあ、解放された感じがめちゃくちゃあるんでね。だからこの、まあ、1年とは言わず、ここからは本当にやり残したわけじゃ、このまあでも20代最後だからね、今年でね20代最後、やり残したことはちょっとやっておきたいなっていう、そんな1年、やりたいことをやる1年というか、まあ、ここからにしたいかな。まあ、一つ例を挙げるだとしたら、もう本当に幼い頃からアメリカ好きで、でルート66が本当に好きなんですよ。知ってますか、アメリカこうルート66っていうね大きい長い道があるんですけど、それをねこう制覇するのがすごく夢で、今まで乗った車のナンバー全部66にするぐらい好きなんですけど、ちょっとそういう夢をね一個一個叶えていきたいかな。今考えてみると、あ、いけるんだっていう感覚が大きくて、あれできるんだみたいな、もうやってもいいんだみたいな、すごくそれがね嬉しい感覚なんですよね。今一番縛られてない、本当にだから縛られてない感じで、まあ、小さいことも大きいことも一個一個やっていきたいかな、こっから。てかそもそもこの YouTube チャンネルを始めたのも、怪我が一番大きいきっかけなんですよ。だってこのチャンネル開設したのがね、多分怪我して半年とかちょいぐらい、もう本当にすごい、治療をしてやっと退院して半年ぐらい多分入院してたんで、そうで始めてるんで、ま、なんかね最初のきっかけは本当に記録というか、ちょっとキモいけど生きた証というかなんかやりたいことを残すチャンネルみたいな、なんかそういうイメージで作ったところでもあるから、まあもちろんでも今でも実際こう振り返ってみると、やりたいこといろいろこのチャンネルがあるからできてるし、残せてるっていうのもあるから、結果軸はブレてないんじゃないかなと思う。結構カメラには寄ってるけど、本当にありがたいことにすごく多くの優しいね視聴者さんに見ていただいてるっていうのもあるので、でも本当にこれはすごいことだなと思います。正直これだけは自慢ですね、自分の中の。本当にありがとうございます。だからまあこっからも変わらず好きなことを発信しつつ、より多くのなんか経験とかを残せていけたら嬉しいかな。だから基本的には変わらずのんびりやっていきます。ありがとうございます、本当にいつも。あとはこの、まあ、YouTube 的な活動でいくと、まあ、今までこういくつか本当に手術 の, その当日の映像というか、結構生々しく動画上げてるんで、あの同じような経験されてる方とかがねコメントしてくれたりするんですよね。で、まあ、どんな形であれ力になれるっていうことはすごく嬉しいことだなと思ったんで、まあ、そういう何かの人によってねいろいろ最善の形は違うと思うけど、なんか人の力になれるような発信というか活動は間違いなく続けていきたいなと思います、本当に。まあ、身内含めこう視聴者さんとかからのね、温かいメッセージを本当に、心の支えになるなっていうのはね実際肌で感じてこう実感してるんで、
もうなんて言うんだろう、そういう人の、ね、役に立つような活動とかっていうのは本当にすげえ嬉しいことだな、できてることはすごい嬉しいことだなって思うんで、まあ、規模が大きい小さい関わらずこういう発信活動とかは、のんびり続けていけたらなと思っております。そのところですかね、まあ、まとめると、最初は本当に足がなくなっちゃうんじゃないかというぐらいの、まあ足がなくなるぐらいで済めばいいですけど、本当に命がなくなっちゃうんじゃないかっていう、そんな大きな事故から3年かかりましたけど、皆さんのおかげもあり、治療が無事終わりましたというご報告です。本当にありがとうございました。応援本当にありがとうございます。助かりました。そのところです。よし、じゃあまたここから日常的な動画に戻っていきますが、まあこれも日常的な動画なんですが、一応ね、この裏で動画、海で撮った動画が流れてると思いますが、本当はねこれ裏回していくとね、この海でねこの話をする動画が撮りたかったんですけど、めちゃくちゃ風が強くて、ちょっとやっぱ外でこうゆっくり話すっていう動画はちょっと難しいですね。勉強になりました。無理だなと思ったから、まあこういう形で海撮影行ってきたんで、まあそんな映像にしようっていう思って。だからここで、これ XE4 で撮ったり、富士フィルムのね、この XE4 で撮ったり、あれ、こんな、撮ったり、あとキャノンの F1 か F1 で撮ってるんで、もうあとね数枚そのフィルムの方残っちゃってるんですが、近々現像ライブを、めちゃくちゃ久しぶりな現像ライブをしたいと思ってますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。またそれは告知するのでよろしくお願いします。あとこういう写真もインスタ、結構最近インスタ更新頑張ってるんですよ、適当ですが。インスタの方をフォローしてもらえれば、ツイッターもフォローしてもらえれば嬉しいです。それは、概要欄に貼っておきます。では、あとまあチャンネル登録よろしくお願いします。これからも頑張っていきます。では、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。3年間一旦お疲れ様でした。また次からよろしくお願いします。お疲れ様でした。